ディーコレです。私たち D コレクションではおしゃれで人生を豊かにをモットーに動画を配信しています。今日はですね、ちょっとそろそろ寒くなってきたんで秋に着る服を探してたんですけれども、夏はですねこの T シャツをすごい着てたんですけれども、これ D コレで売ってるヘビーウェイト T シャツっていうやつなんですけれども、ロング T シャツバージョンが発売されたんですよ。で早速ね、私も購入してこれ愛用しているんですけれども、今日はこれの紹介をしたいと思います。ちょっと複数買いするぐらい使えるやつなんで楽しみにしててください。着用するとこんな感じなんですけれども、 XL サイズで着るのが気に入ってますね。こういう風にちょっと大きめなサイズになります。で肩なんかもちょっと落ちるドロップショルダーぐらいのサイズ感ですね。この T シャツのいいところっていうのはやっぱりヘビーウェイト、生地が厚手なんですね。1枚で着てもですね、ちょっとトレーナーっぽく着こなせるっていうか、すごい1枚で着てもかっこいいんですよ。まあ、いつも着てるクロスキニーにこうやって合わせるとビッグシルエットなんでワイラインシルエットができるんですけれども、ここにですねサコッシュとか合わせるだけで、まあコーディネートがもう簡単にできちゃうと。で私なんかはもう毎朝朝起きるとまず何色にしようかなっていうところから始まるんですね。で、まあ、今日は白色を選んできてサコッシュ合わせてもう行こうみたいな。で寒くなってきたらですね、もうこうやって上からアウター1枚羽織るだけでコーディネートが完成してしまうっていうぐらいお手軽な、カットソーです。で色もですね何色か展開されてるんですけれども、僕はこの白と墨黒っていう色をよく愛用してます。でこうやって墨黒だと全身黒になっちゃうんですけれども、やっぱりアクセントとしてアクセサリーとかつけてあげればそれだけでコーディネートが完成しちゃうっていうぐらいお手軽な、ロング T シャツです。あとですね、僕ほとんど毎日この T シャツ着てるんですけれども、首のところがですね普通の T シャツよれてきちゃうと思うんですけど、この T シャツの場合こう襟の部分がですねダブルステッチって言って二重にこうミシンで縫われてるんですよ。だから首元も全然へたってこないですね。もうさっき着てた半袖の T シャツなんて本当毎日色を変えて着てたんですけど、さっき最初に着てた半袖の T シャツなんですけど襟元全然へたってないですよね。最強な T シャツです。ちなみになんですけれども、さっきは XL で大きめで着てたんですけど、 L サイズでジャストできるとこんな感じです。やっぱりジャストできるよりも僕はちょっとワンサイズアップして大きめできる方がかっこいいんじゃないかなって思ってます。はい、こんな感じで今日はロング T シャツを紹介させていただきました。もしよろしければ概要欄にアンケートがあって、どんな動画が人気なのか、皆さんどんな動画が見たいのかっていうのをちょっと集めてるんですね。よろしければそちらの方もご協力よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。